皆さんこんにちは。群馬から参りました佐藤優子と申します。ですね、すいません、ノープランで、はい。ウィナーズに入る前はですね、私は会社をやっていまして、スクール授業をやっていて、でただ単価がすごく低いんですよ。でとにかく集客にすごくもう走り回っている状態だったんですね。でやっぱり本当に人数を30人50人で集めていかないといけないんですよ、毎月。この新規をその数で追っていくっていうのがすごくしんどくてですね、もう本当休みもなく、もう本当に疲れてたんですね。でそれからまた今度そこに引率をしなくてはいけないっていう状況で、もう自分でも、もう疲弊していたんですよ。でやっぱりこうリアルの集客っていうのはもうずっと昔から営業職でやっていたのですごく好きだったんですけど、やっぱこの自分の今の働き方に限界があるなって。でここから私も40過ぎているので、この先またこのような形で収入を上げていくっていうのは正直本当にしんどいなっていうふうに悩んでいました。でそんな時に、まあ、3日間ぐらいちょっとこう動けなくなっちゃったんですね。もうやなんかこう行動するのが辛くなっちゃった時に、たまたまフェイスブックでバーって見た時にこのビナーズクラブっていうのを知って、ピッてお、うん、クリックをして、で申し込みをしたと。でもセミナーを受ける前の予習のビデオで三浦先生 の、 動画を見させていただいた時に、やっぱり集客とセールスで売れる、ね、スクリプトっていうこの3つのキーワードで、あと三浦先生の何て言ったらいいのかな、この誠実そうなやっぱりこう人柄っていうのを感じたんですね。でやっぱり私の営業の業界っていうのは結構ギラギラしてる人が多いですよね。でやっぱこうそういう人たちじゃないこう三浦先生がなんかきっとなんかご苦労されて今のステージにいらっしゃるんだろうなっていう、そのそこにすごく興味を惹かれたんですね。だからこの私が営業ができるんですけれども、できない人たちがやっぱりすごく困っている人たちに向けて私は教育をつけていきたいなっていうのがテーマだったので、もしかしたらこのウィナーズクラブっていうのが私の本当に欲しいことがゲットできるんじゃないかなと思って、セミナーを受ける前からもう決めていたんですね。私はもう三浦先生に会うというふうに会って、まあ、きっとスタートしているっていうところで入りました。で、まあ、心境の変化はですね、入らせていただいたんですけれども、正直不安だったんですよ。今まで の、 その自分のキャリアっていうのが全く通用しないというか、ね、今までのベースの中にいれば自分はある程度名前も知れた人じゃないんですけど、教える側だったんですけど、今度は学ぶ側に入らせていただいて、しかもインターネットパソコン苦手、もう登録だのなんだのっていうところでもあわあわしちゃうっていうところで、ちょっと後悔しちゃったんですよね、一瞬。本当にすごく私に不向きなことをやってしまったんじゃないのかっていう、ちょっと何日かポロポロ泣いちゃったりして、だけれどもやっぱり原点に立ち返る、やっぱりこう自分がやっぱ困ってる、ね、もう今の働き方では止まってしまうことがあるんだから、やっぱりこう乗り越えないといけないっていうところで、また原点に立ち返って、まあ、コツコツとやらせていただきました。で、まあ、そうですね、まあ、毎日まだまだ葛藤があります、正直。本業とかね、今までのこの自分の築いてきたこう、ね、ブランディングっていうのが何か壊れてしまうんじゃないかっていう不安もあるんですよ。ただやっぱり私が目指すところは、やっぱり自分のこうもう走り回ってがむしゃらに稼ぐんだよっていうこと、私がやってる限りは、私の生徒さん、私に憧れてくれる人もそういう働き方しか提案ができないっていうふうに思っているんですね。で私も自分の会社でもう一つの収入の柱っていうのがやっぱりこう欲しかったので、これできっちりと収入の柱を立てられて、そしてその私の生徒さんになってくれた人がきちっと稼げることになったら、これも本当に嬉しいことしかないじゃないですか。ですのでこれからもやっぱりまだまだわからないし、不安なことがたくさんあるんですが、やっぱこう皆様の活動をもういつも見させていただいて、それが本当に学びになるんですよ。で皆様の投稿がすごく私は勇気になるんですね。だからやっぱりこのウィナーズに入ってよかったなと思うのは、全国にまあ、同じ志を持った仲間を持てて、今一方的に私は覗いてるだけなんですけど、でも皆様の投稿がやっぱり
誰かを勇気づけているっていうことを忘れずに、これからも一緒に頑張っていけたらいいなというふうに思っています。以上です。すいません。